Nスタ特集はシリーズ10年目の福島復興の現在地です。震災後東京電力の社員として福島で勤務したことをきっかけに会社を早期退職し、出身地を離れて福島の復興に携わる元東電社員の2人、原発事故と向き合うその姿に迫ります。今から9年半前に起きた震災と東京電力福島第一原発事故。事故後、東京電力の社員として復興に関する業務に携わったことがきっかけで、現在は東電を早期退職し、出身地を離れて福島で暮らす2人の元東電社員がいます。知らないのよ。ここが一番最初に除染をした場所だから、一番ここに来てたしね。うん。その当時、その事故2年後にこちらに来なければ、まあ、私はここにはもちろんいないと思いますし、はい。福島市大波地区、この日終業式を終えた地元の小学生を乗せた1台の車が、すみませんね、ほら見て、あ、本当だ、やったじゃん。子どもたちを出迎えたのは、3年前東京電力を早期退職し神奈川から大波地区に移り住んだ永井康則さん60歳。子どもたち同士が楽しむ場を作りたいと定期的に永井さんが開いている子ども食堂です。この日は流しそうめんを行いました。中山間地の子どもたちは友達同士、家同士が遠いからスクールバスで帰ってきちゃうと友達同士で遊べないんだよね。そうすると大人の役割はそのいろいろなその子供たちの可能性も含めてなんか提供する体験する場だと思ってるので。永井さんが暮らす大波地区は福島市の中心部からおよそ10キロのところに位置し、家の目の前には地域の人たちなどが種まきをして作り上げたひまわり畑が広がっています。元東京電力社員の永井さんは原発事故後、それまで縁のなかった福島市を中心に大波地区などの除染作業にあたり、4年半ほどかけておよそ10万件の住宅の除染を行いました。その当時、今でも鮮明に覚えているある光景がありました。例えば公園で落ち葉を拾ったら、そんなの拾うんじゃありませんとかってお母さんに怒られてんのを見たりすると、もう本当にその全て、まあその外にあるもの全て触っちゃいけないってことだから、まあ心が痛かったよね。うん。そして福島での除染作業終了後、大波の米が風評被害で打撃を受けたことを知ります。除染をしても復興はしないんで、その後にやっぱり必要なことは、やっぱりその、まあ、福島ということを考えれば、やっぱり農業の復活だろうなと思いましたね。永井さんは定年まであと3年ありましたが、会社を退職。NPO 法人大波を立ち上げ、大波で米の精米や販売を手伝っています。復活するそのものがあるっていうことと、復活できるようなチームがあるなと思ったんだよね。移り住んで3年、地元住民たちは永井さんについてこう話します。地元では欠かせない人になってんだ今では。もうこれ永井さんいなくなったら地元どうなるのかなっていうくらい、一緒に頑張ろうって言ってくださってるので、はい、非常に心強く思ってます。こうした言葉に対し永井さんは、やっぱりそのこれだけの人がいる中でこれだけの美味しいものをいろいろ作れるんだったら、やっぱり大波にお店をね作って、やっぱりその食べてもらったりしてもらったり、あとそれに伴った働く人とか作る人とか、まあ、そういう人を呼び込みたいなとは思いますけどね。また永井さん同様、東京電力を早期退職して今年から福島に移住を決めた人がいます。
今年7月に福島市大町にカフェをオープンさせた小林正樹さん51歳。落ち着いた雰囲気の店内でコーヒーなどの飲み物だけでなくカレーライスも提供しています。小林さんは震災から2年が経った7年前、東京電力の社員として南相馬市などで賠償に関する個人の一般相談を受けていました。被災された皆さんのその、心の傷っていうんですかね、その主張の強い思いっていうのは根強くあるんだなというふうには思いましたね、はい。小林さんは東京電力が提示する賠償金額に納得できない被災者の言葉を直接聞きました。こう涙ながらにこう当時の避難のことだとか、あの家族が離れ離れ、別れ別れになったことだとかっていうのをちょっと涙ながらに語りつつ、その請求書の、ご案内というかご説明をするなんて言った時にはちょっと詰まるような思いっていうんですかね、そういうのがありましたね、はい。その後小林さんは宮城などに転勤を繰り返した後会社を早期退職、福島市にカフェをオープンさせました。するとオープン後、地元の新聞にお店が掲載されたことをきっかけにある一本の電話が。いつかはそういう東電でね、こっちで仕事していた人が、どんな形であれなんかこうそういうふうに地域に出てお仕事されるっていうことがきっとあるんだろうな、そういう人って出てくるんだろうなって思ってたんですよ、嬉しいんです、よかったですよって、頑張ってくださいねって声をいただいたことがあって、その時すごくありがたいなっていうか、ね、申し訳ない。午後6時半、朝からカレーも食べられるようには7時から、7時からやってますけど、仕事終わりのお客さんでにぎわう店内、お客さんは食事だけでなく小林さんとの会話も楽しんでいます。初めての人でも気さくに来られるお店だと思うので、私自身はこれから先ね、ここをしっかりやって、また何か他に私自身も何かできることがあれば、違う形で福島のために頑張ってみたいと思います。震災原発事故から9年半が経ちましたが、いまだ3万7000人余りの人々が避難生活を続けています。原発の廃炉、農林水産業の再生、賠償など9年半が経った今も課題は山積しています。